今日はもうね、ワクワクしてたよ。ローエルありがとう。もう竜がね、竜を使いたすぎてね、イルミを使いたすぎてね、葉山ありがとう。しばらくフォールアウト、そうだね、しばらくやらないと思います。雪遊泳かな、ありがとう。いや、あのね、入り身にめちゃめちゃ可能性を感じてしまった。感じてしまった。小指の調子は、わかりません。回復に向かっていると思いたい。一万円札ありがとう。短い休暇。うん、でも結構ね、やることねえなと思って暇だったな。スミズありがとう。ああ、もしかコメイありがとう。減るなぁ、めちゃくちゃ減るなぁ。ヨガ男ありがとう。めちゃくちゃ減るね。 EX タトゥーの切ってダメージいくつだっけ。140だっけか。アップデート後に YouTube で新コンボとか見たりします。YouTube で言ってないな。プンありがとう。これで100か。おい、あのね、ちょっと俺エクスカリバー浅田ありがとう。竜メインね、もしかしたらあるかもしんない。ちょっとね、この入り身に可能性があるんですよ。やめて。
Final round. Fight.おぉ、マジか。でもこんだけは使うとやっぱね、小指がちょっと影響するんだよね。あ、なんか手ずれ。クミハちゃんかな、ありがとう。たまじいありがとう。ガエルから竜に変えるメリット、あー、シンプルにね、竜の方が強い可能性を感じた。21の組み合わせ、強そうだね。21ね、まあ、わかんないけどね、もちろんね。わかんないけど、全然あり得るなと思った。この入り身の、あの、強化で。いやーでもな、ちょっとコンボ出ないのストレスだな。コンボとか勝利が出ねえのな。タックフロステルやっと。中盤か、入り身も。そう。まあ減るね、シンプルに。で、この入り身コンボってさ、あの、単発だけどさ、ゲージ増加量って、これ取った時と一緒なのかな。さすがにそれはねえか。これめちゃくちゃ溜まってんな。うわ、終わんねえか。もっといいコンボあった人もいるから。